昨日のことなんですけどもね、午前中にスマホケースが壊れたんですよ。スマホケースはすごく壊れにくいやつを3000円ぐらいで買ったんですけども、なんか壊れちゃって、何なんだよと思ったんですよ。ほんのね3ヶ月ぐらいで壊れたんですよね。でしょうがない、急場をしのぐためにダイソーに行って、これ100円のスマホケースのペラペラのやつ買ったんですけど、まあこれも結構使いやすいんですよね。でも昨日の午後2時か3時ぐらいにアマゾンでスマホケースを注文したんですよね。そしたらね、丸1日かかんないですね。ほとんど半日でもう今朝届いてました。今朝。なんで今朝届くのおかしいなと思ったんで、多分これ昨日の夕方とか夜に届いたんでしょうね。だから、正味6時間ぐらいで注文してポチッとして6時間後には手元に届いてるっていう現象が起きてるんですよ。ちょっと開けてみますね。はい、スマホケースだと思います。こうやってサイケデリックな箱に入ってね、ほらスマホケースですよ。すごいですね。なんでこういうことができるんだろうね。うん、すごい。これはカメラのところもカバーしてくれるやつで、ダイソーのやつはね、これ100円ですからこうカバーしてないんですよ。こういうふうにカメラを壊さないようなやつが欲しかったんで、これで本当にねうまいことやっていけるなと思います。これからちょっと開かないんですけども、どうやって開けるんだろう、これかな。まあうまいことやっていきます。はい、という感じであっという間に届いたっていう話です。